皆さんこんにちは、ヘアメイクのジョージです。今回はですね、コラボ YouTube になっていて、ゲストは南里穂ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。南里穂です。今日は里穂ちゃんなのでクラゲメイクをしていきたいと思います。クラゲメイクは今着始めてる、ね、透明感が爆上がりなメイクで、うん、私透明感大好きだから、はい、今日はアップデートした透明感のクラゲメイクをしていきたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあやるね。はい。じゃあまず下地を塗っていきます。クラゲメイクといったらブルーの下地ということで、これはもともと透明感メイクが大好きで、これ愛用しているディオールのものなんですけど、これをまずつけていきたいと思います、はい、クラゲメイクって何ってみんなきっとね思うと思うんだけど、でもなんか基本的にはさ、はい、左右ってまあなんかヌーディーな感じで、重力メイクってピンクとか赤っぽい感じで、はい、まあ、これブルーって感じ ね、青とか白っぽい、ね、左右よりも透け感のあるね感じだったりするから、クラゲメイクしてある人のを見てたんですけど、うんうん、やっぱ全体的にブルーで、うん、もうカラコンもブルー、うん、グレーだったので、今回は合わせてグレー、ブルーっぽいカラコンをつけました。超助かる。最高。なんかなんで青なんだろうと、海だから青いのかなと思ってたんだけど、うんうん、クラゲ自体ってさ、まあ、半透明みたいな感じじゃん、うんうんうん、ちょっといろいろ考えたんだけど、はい、ちょっとまあちょっと謎が多い。こんな感じで下地が終わったよ、はい、これだけでもすごい綺麗だよね。めっちゃ透明感、ね、透明感つるっとして、はい、でさらにツヤ感をクラゲメイクを出したいので、このデコルテ使っていきます。これちょっとあのなんだホワイトベージュみたいな感じなんだけど、ツヤ感をさらに出してくれるものになってます。でちょっとハイライトっぽいところにちゅるっとさせていきます。最近そういうなんとかメイクって本当流行ってるよね。めっちゃ流行ってますよね。次何くんだろうね。なんか純欲メイクの時も、うん、何って思いました。本当だよね、何純欲メイクってっていう。こんな感じちょっとさらに透明感を出すような感じでハイライトの下地を仕込みました。で今日はさらにこれ大好き大好き、これ、はい、今年出たばっかりのやつなんだけど、ジバンシェのコンシーラーのブルーとちょっと明るめのコンシーラーを使っていきたいと思います。コントロールカラーウエス系ってやっぱなんか私たち、うん、プロのヘアメイクさんと違ってっ使いにくいとか難しいイメージがあったんですけど、うん、これすごく簡単で、これ使いやすいよね。バーンってリブバンみたいに飛ばしてくれます。いやそうなんだよね。ちょっと目の上にもちょっと塗っちゃうね。この塗り方そうなんかね、目の上の眉下のところって結構なんかくすむんだよね、うん、特に透明感出したい時に、はい、アイシャドウの色が明るい色とか使ったりする時に、うんうん、くすんだ上に透明感が乗るとグレーっぽくなっちゃうんだよね、うんうん、だからそれをあの回避してくれるから、目の上を明るめにすると全然印象が変わるんだよね、やってみよう。やってみて。すごい。これさ乾燥しないからいいよね、はい、全然乾燥しないですこれ、うん、なんかかといってめちゃくちゃツヤじゃないから、うん、夏とか一年中使えますよ。そうだね、見て、はい、おお、だいぶ全然違う、だいぶクラゲ感出てきたでしょ。クラゲ感出てきました。透けてきた、透けてきた。でさらに、はい、ファンデーション今日薄くつけたいんで、はい、コンシーラーで、あとはちょっと色ムラ、色ムラないんだけどね、だけどちょっとここのこの三角座のところと、はい、ここだけ目周りを今日明るくするとやっぱいいので、ちょんちょんちょんで大丈夫、うん、結構コンシーラーやりすぎちゃったりする子もいるんだけど、はい、あんまりやりすぎると重くなっちゃったりするから、うん、ちょっと色ムラが気になるなっていうとこだけやると結構いいかなと思います。ほんとちょっとこういう感じかな。いい感じです。はい。じゃあ次はローラミルシュのこのトーンアップクッション。リホちゃんは白いので内側の中だけをねちょっと取って、私はねあの結構普通のこのスポンジでつけることもある。まあ水スポンジでもいいんだけど、うん、なんか絞りきれてない人がうまくできないときない。ちょっとムラになります。そう。なんかなんか普通の使い捨てのこういうのでやると意外と薄く薄膜が作れるから、水スポンジとかに結構とらわれてる人もいるんだけど、はい、意外とねこんぐらいで半分ずつ、こっちつけた方とこっちつけた、すっごいさらになんかクリア感が上がってなんか透け感が出る感じ。おーすごーい、やっぱり全然違う。違うよね、
最近さよく聞くのがニキビできちゃう人いるじゃん、はい、結構そのスポンジ洗ってなかったりとか、なんかする子が筆とか、ね、とか洗ってなくてなんか衛生的になんか良くなかったりとか、これちょっと使って捨てれるし1個ほんと何十円とかだからコスパがいいからこれでやった方が肌綺麗になる気がするんだよね、あの元の肌、うんうん、で肌が完成です、はい、いい感じ喋ってたらできたよ喋ってたんでなんかこういっぱい割と塗ってるけど全然ないですね、厚塗り感厚塗り感がないような感じにしてるから、うん、いいんじゃないかなと。厚く塗りすぎちゃうとねまたね透明感なくなっちゃうからね、うん、であのローラーのやつはパウダーつけなくても割と密着度があるのでもしあれだったらこう顔周りだけこうやってしてあげたりとかツヤ感を残す感じぐらいがいいんでこのくらいにしときます。はい、じゃあ次いきます。はい、眉毛さんはちょっとピンク味のあるジェルシチアトンで描いていきます。眉毛はちょっと丸みがある方がクラゲメイクっぽいから、なんかもう透け感があるからそんなに眉毛強調しなくていいかなと思ってて、はい、まあナチュラルな感じで気持ちね。なんかメイクの最近アップデートがすごいからさ大変ヘアメイクの私大変ですか。大変、どんどんどうなってっちゃうんだろうと思ってさ、ね、SNS って恐ろしいよね。恐ろしいです。できた。ちょっとだけアーチ、あんまりアーチにしすぎちゃうとなんかとってもおかしな感じになっちゃうから気持ちこう眉尻で下げるぐらいがいいと思います。じゃあ次はアイシャドウに行きたいと思います、はい、ブルーのねこのキャンメイクで、ブルーのアイシャドウもいいんだけど、はい、結構さレベル高くない？ブルーのアイシャドウ高いです。ちょっと使いこなせないですね。でしょ。だからなんかこのぐらいのなんか水色のものを使ってあげるといいんじゃないかなと思うので、うん、これとちょっとパープルを挟んでいきたいので、うん、このミュードのアイパレットとこのキラキラもねちょっとクラゲっぽいのでこれを使っていきたいと思います。ベース作っていきたいね。先に薄いパープルを塗ってきます。こっちから塗っていこうかな。なんかいろんな私もクラゲメイク見たんだけど結構青はレベル高いなと思って、ちょっと二重幅よりもちょっと広めぐらいにちょっと塗ってきます。同じのをちょっと下にも入れていきます。涙袋のところにたっぷりめに入れていきます。くすみとかをきれいに取ってくれるからやっぱあのパープルすごいやっぱいいなと、うん、そしたら水色のこっちのちょっと濃い方を入れていきます。なんか人形メイクとかありそうなのにクラゲってやっぱりどっからやっぱあのブルーの光ってる感じから来てますよね。絶対だけ隅田水族館だけあるへあ、クラゲになってきた。ちょっと見てほしいクラゲになってきたぞ急に。おーすごい、え、かわいい。かわいいよね。え、これなら全然デイリーにデイリーいけるよね。いけます。めっちゃかわいい。なんかこうね透明感もやっぱりすごい出るから、うん、このちょっとね思い切ってこっちの濃い方を使ってあげるといいかなと思います。うん、かわいい。すごい。そしたら、はい、じゃあ下は、ピンクの涙袋がポイントなんでちょっとピンクのベースをちょっともう一回つけてきます。でさっきこれ使ったんだけどもうちょっとこっちのピンクのマットの方をちょっとつけていきます。さらにね今日キラキラをやっぱり足すのでちょっとベースはマットでちゃんと仕上げると涙袋のぷっくり感とかなんか可愛いんでくらいしっかり入れちゃう。可愛い。あ、すごいクラゲ感が出てきた。ちょっとクラゲ感出てきたよね。じゃあ次ね、はい、アイラインを先に引こうかな。まじまじのこのグレーのアイラインを使っていきます。これリキッドなんだけど、じゃあちょっとまつげとまつげの間に仕込んできます。ネイビーとかね引いてもいいんだけど、そうするとね青が強くなるかも。今グレーのカラコンしてるからこのぐらいのナチュラルぐらいなグレーがすごくいいんじゃないかなと思って、まつげの間と上に細く入れます。どう、ちょっとじゃ見てみる。はい、自然じゃない。おー自然、すごい。なんか 黒でもなくて、うんうんうん、茶色でもなくてちょっと青みがかってて目の色と合わせたりとかするとよくって、うん、そのちょっと今ね水色つけてるからそれがこうグレーがねちょっとおしゃれ感が出るんだよね。だからグレーおすすめです。じゃあちょっとライン、はい、白引いちゃう。やっぱ白って言えば渦だから渦やっちゃうね。できた。かわいい。二重のラインにこうピッて引くのもすごいかわいいんだけど、うんうんうん、今日はまあベーシックにね引いてみたよ、うん、そしたらマスカラくんをやっていきたいと思います。まつげはちょっと束っぽい感じで、うん、しっかり根元から上げるのがいいなと思ってるので66の寿司
中国のメイクってやっぱタバカンですよ。タバカン。これちょっと今日タバっぽくしていきたいなと思っている。マスカラもつけていきます。今日は黒だよね。バッチリ目ですか。バッチリ目に。まつげ上がってないのも可愛いんだけど、はい、長くてカールが効いてるなんかタバっぽいまつげってすっごい可愛いから。最近はそれにハマってます。あ、いい、いい。いいねっつって何なので下まつげもちょっとつけていい感じになった。こんな感じでまつげが完成しました。かわいい。そしたらですね、はい、次はラメつけていきます。ラメだ。これディアエーのグリッター。ラメもいろいろ種類があるんだけど、オーロララメがおすすめ。これを下まぶたのところにちょっちょっちょっとつけて、はい、これやっぱグリッターって盛れるよね。盛れますね。華やかになる。かわいい。マットをアイシャドウつけてからやっぱグリッターすると、はい、パールつけてからグリッターするよりもラメが強調されるから、グリッターしないときはツヤのやつにつけるんだけど、はい、マットにするといい。ちょっと目頭の方にもちょっと今日はちょっとつけて。目頭のラメ可愛いですよ。可愛いよね。で、目頭のさ、あのラメ似合うよね。似合います。うん、似合う。さらに、この上にこうグリッターのこの水色とラベンダーが入ってるラメを上に重ねていきます。ちょっと目開けた時に見えるぐらいがいいから、はい、ちょっと上目の方がいいかな。で、じゃあ目一回伏せてもらって、ちょっとトトトトト真ん中にちょ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 。結構これ思い切ってつけちゃって大丈夫。でもなんか全部つけるっていうよりかは真ん中にお山描くぐらい、この方がクラゲ感が出るかな。あ、いいね、いいね。かなり透明感出たんじゃないかなと思います。そしたらリップ塗っていこうかな。はい。リップはこのベースリップをリンメルラスティングフィニッシュオイルモイストティントルビーモーブっていう色をベースでつけてきます。はい。口の形をちょっとこう丸みがある感じがいいから、うん、肌に馴染むぐらい の, あのリップでつけようかなと思ってます。これだけでは終わらないのがクラゲメイクなんだが、アウトラインをちょっと丸く、うん、丸筆でぼかします。そうするとよりねナチュラルな感じ。お、いい感じ。こんな感じです。そして次こちらリップマキシマイザー、透明でツヤっぽいこのオーロラっぽいのが入ってるやつ、うんうん、これをさらに上にこの真ん中くらいのところにちょっと重ねていきます。やっぱこれ可愛いな。私コスメがすごい好きなんだけど、はい、コスメが可愛いとテンション上がるんだよね。やっぱつけてつけがいが、あのやりがいがある。いや、そして最後ね、ハイライト、フレドポのこのちょっと水色とピンクが入ってるやつで、これチークとハイライトをちょっと今日はあのミックスしてやっていきたいと思います、うん、あの内側にこうスルスルスルって透け感と透明感、この今年でも水色のさもの多くない？ね、多いですね。アイシャドウとかもアイパレットに入ってたりしますよね。そう、なんかチークみたいのとかベースにするやつすっごい流行ってるから、うん、おー、いい感じ。チルチルになった。こんな感じでメイクが完成しました。あ、完成した。どうですか？じゃあこれで髪の毛を作って完成させます。はい。じゃあ髪の毛もやってクラゲメイクが完成しました。いい感じになったよ。めちゃくちゃ可愛いです。めっちゃ可愛い。皆さんどうですか？改めて髪の毛もやると、うんうんうん、なんか全然デイリーでもいけますよね。ね、意外といいよね、うん、なんかやっぱ透明感が爆上がるんだね。爆上がりした、すごい。あとこの二重のねラインの、さっきも言ったけどこのラインに、はい、あのこうピュッてやるぐらいでも全然いいし、うんうんうん、もっと目幅横幅広げたいとかだと目幅このホワイトラインだと狭まるじゃん、はい、だから普通にライン引いて上にダブルラインみたいに引いてもめちゃくちゃいい。
はい、皆さん今回の、クラゲメイクいかがだったでしょうか。久しぶりに、メイク動画を撮ったんですけれども、初めてクラゲメイクをしたので結構ね新鮮な感じで、リホちゃんとできて楽しかったです。はい、じゃあどうでしたか。めちゃくちゃ楽しかったです。なんか How to もすごく勉強になりましたし、自分でもやりたいと思います。嬉しい、ありがとう。ぜひ皆さんもやってみてください。今回はコラボ動画なので、りほちゃんのチャンネルの方にも動画がありますので、ぜひ両方チェックしてみてください。今回はありがとうございました。ありがとうございました。またね、バイバイ。